はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、メールの下のたるみをですね、取る方法をですね、お伝えしていきたいと思います。はい、まあ、これですね、実は僕の動画を見てくださった方が、実際行ったセルフケアをですね、お伝えしようかなと思うんですね。で、このスプレーを使って、このキッチンペーパーを使って目の下のたるみが取れましたっていうですね、すごいこう報告をいただきました。で、僕もですね、そのやり方をですね、ちょっとこうどうやってやったんですかっていうのを聞いてですね、それを聞いたんで、あなたにもね、お伝えできたらと思います。ぜひやってほしいと思います。はい、僕はですね、これを使ってこう顔のパックしたりとか、手につけたりとかですね、いろんなそのシワとかシミを取る方法をお届けしたんですけども、こうやって僕が動画を配信することによって、見てくださってる方が、自分のオリジナルをですね、作り出してるんですね。すごい嬉しいことなんですよ。で、それをですね、僕も教えてもらって、それをまたシェアさせてもらうということがですね、前回のなんかほうれい線の時もやったと思うんですけど、もうどんどんそういうですね、いいものをね、どんどんこうシェアしていきたいなと思いますので、ぜひあなたもですね、なんか興味があったら、なんかこう使えるものがあったら、ぜひ、ね、シェアしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、でですね、やりながら、お話していきますけど、僕の動画はですね、40代50代の方がですね、健康であったり美容であったり、なりたい自分になってもらえるための動画配信としておりますので、ぜひですね、最後まで見てください。はい、よろしいでしょうか。で、キッチンペーパーも半分に切りました。で、半分に切ってですね、この短い方ですね、短い方をちょっとこう2センチか3センチぐらいで切ってもらっていいかなと。こういう感じですね。ちょっとこうハサミがあればよかったんですけど、近くにハサミがなかったんでね。で、こういう形でですね、やります。はい、こういう形でですね、この目の下にこう貼るらしいですね、こういう感じ。はい、で、これをですね、このスプレーを、右目だけやりましょうか。右目にワンプッシュしてですね、これをですね、こう貼るらしいです。貼るというか、こう置く感じ。はい、置く感じで、で、ここにもう一回、こうキッチンペーパーをね、ピタピタとこう濡らした状態でこのままキープしてたらしいですよね。で、このままですね、テレビ見たりとかスマホ見たりとかしてたらしいんですよ。で、これをですね、続けていくとですね、目の下のたるみがですね、こう見ていくとどんどん減ってきたということが気づいてきたんですけど、本人はね、やっぱりあれ、自分の顔だから、ほんまかな、気のせいかなと思ってたらしいんですけども、実はそれをですね、他の方から、お友達から言われて、目の下のたるみどうしたみたいなこと言われたらしいんですよ。で、それから、あ、やっぱり私が見てたのは本当だったんだということで、目の下のたるみが取れましたっていうですね、お話をいただきました。で、これをですね、せっかくなんで、ちょっとやった後こっちもやりたいと思うんですね。で、こういう形です。はい、こうキッチンペーパーをちっちゃく短く切って3センチ、2センチぐらいですね、これ。2センチもないかな。で、こういう形で、こう、目の周辺に、下の方の、こう、くーっとこのね、目頭からこう目尻をかける感じですね。はい、これをしているらしいんです。はい。すごいですよね、こうやってね、自分のオリジナルを作っていただけるっていうのは嬉しいことですよね。で、これをですね、次僕は、こっちの方を、左目の方をね、ちょっとせっかくなんでやりたいと思います。で、これね、結構、僕のところにね、ラインアットがあってですね、そこでですね、いただくんですよ。こういう使い方しました、アトピーの、自分のね、娘の、アトピーが治ってきましたとかね、自分の孫の、アトピーが治ってきましたとかですね、電話もかかってくるんですよ。もうすごい良くなったんで、直接お礼言いたくてとかですね、すごいもう嬉しくてしょうがないんですよね。で、そういうのもね、こういうどんどん配信できたらと思うんですけども、これをですね、左目にちょっと軽く目つぶって、アンプッシュ。はい。で、これを、こういう感じですね。こういう感じで。はい。いいですね。で、これでですね、この、もう一回目をつぶって、このキッチンペーパーを浸すような感じですね。はい。いいですね。おー。僕もね、ちょっと最近ちょっとパソコンを見る時間っていうか、長いんですけども、それでやっぱり目の疲れっていうのはすごい出てたんですよ。なので、この目の下のね、たるみの対策をですね、教えてもらってからやってるんですけど、結構これ気持ちいいんですよね。で、あとですね、僕はプラス、この眉毛にちょっとやろうかなと。今日は新しく僕もですね、さらに進化したバージョン。この眉毛のところの筋肉に、これをキッチンペーパーをつけたらどうなるのかっていうのをですね、やっていきたいと思います。結構面白いですよね。もうぜひね、やってほしいと思います。この炭酸スプレーがなければ、炭酸水ですね、炭酸水でも結構ですし、こう炭酸水にピチャピチャとこれを濡らしてですね、こうピタッとこう貼るような感じでもいいかなと思いますし、いきますよ、よいしょ、いいですね。
まあ、これお家でねこうできるケアなんで全然あ髪がぐちゃぐちゃになっちゃいました。お家でできるケアなんで全然こう人に見られても平気じゃないですか。だから僕はですね結構家でねこうやってやってる姿をこう僕も見せまさにこうやってやってるんですけども、結構やっぱりね自分のその顔が変化が出てきたりとか、あ顔のお肌が白くなってきたとか分かってくると結構テンション上がるんですよね。やっぱりこうなんていうんですかね、やっぱり若返るっていうのはいつも言ってる僕のその生きるためのモチベーションアップにもつながると思いますんで、こういう形ですね、はい、こういう形で、あ、どうだ、こういう形でね、はい、こんな感じ、目の周りだけをこういう形で貼る、はい、で、これでですね、もう一回キッチンペーパーの上からでピチャッと、はい、おっと取れました。いいですね、はい、こういう感じですね。あ、いたいたいた、こういう感じですね、はい、これ、あ、上まぶためちゃめちゃ気持ちいいですね、はい、上まぶたがすごい気持ちいいです。こういう形でですねやるだけでもですねかなり効果は出ると思います。っていうのはですねやっぱり毛細血管を拡張させる炭酸スプレーがですね、こう浸透しやすくなって、さらにこのプラセンタとかヒアルロン酸とかビタミン C 誘導体が入っていることによってお肌にその浸透率っていうのが上がってくると思うんですよ。常にこうウェットな状態ですね。で特に冬場はですね乾燥するんで、やはりこう常にこうウェットな状態にしておかないと、やはりその顔の乾燥カサカサ肌とかですねそういうものになってきますんで、ぜひですねこれをですねお家で、週末やってもらえたらなと思います。これ結構いいですよ結構いいですよっておかしいんですけど、はい、せっかくなんでこっちの眉毛の上の方もやりたいと思います。はい、ちょっとこれねなんか切り絵みたいですよね、はい、切り絵みたいな感じで切り絵をなんか自分の顔にこう画用紙じゃないんですけどこう貼っていくような感じですよね、はい、いいですね、はいはいはい、ああなるほどなるほど、こんな感じですね、なんか仮面みたいになってるんですけど、よっしゃ、はい、取れましたね、あこんな感じです、はい、あいい感じですね、はい、こんな感じですね、多分こうやられた方はですね下まぶただけやられたと思うんですけど、僕はちょっと上まぶたバージョンをこうね、つけました。こういう感じですね。でこれをですねやっていただくことによって、この目の周りの疲れであったりとか、目の周りの血行が良くなってきます。このクマも消えると思いますんで、ぜひですねこういうのを試してみてもらえたらと思います。あとねこのままほうれい線であったりとかマリオットラインっていうのもね、またできるタイミングがあれば僕もまたチャレンジしていきたいと思いますんで、まあ、よかったやってる方おられたら教えてもらえたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、もう今日はこんな感じで終わっていきたいと思うんですけど、よかったなと思ったらですねいいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですねぜひよろしくお願いします。ではですねまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。